どうも、エルザです。それでは、レムナント、フロムアースやっていきたいと思います。ですね、今回からちょっとね、BGM の方を大きくしてますので、そうですね、いろんな音が聞こえると思いますので、楽しんでいただければと思います。ということで、そうなのよ、いろいろテストしてたらね、塔が落ちてきちゃってね、ドバーンって落ちてきたんだけどね。まあまあやっていこうかなと。で、このタワーを今まで探してたみたいだね。さあ、どんな感じになるのか。まあ、中入る前に、ちょっと、周りは見ておきたいよね。そもそも、一本道か。そうだね、一本道だね。めちゃくちゃでけえなー。まあ現在地球の探索してるんで、これがどうなるのか。おお、ワープ。おお、すっげえ。あ、なんかいるね。いや、ボス戦じゃないとは思うんだけど。我の過去を壁のひび割れ日々広がっている。ああ、どうも、お前は誰だ。ああ、お前は誰だ。原因は世界の根が腐っていることだ。ルードはいかなるものをも腐敗させられない。そなたはなぜ我の心をかき乱すのだ。ああ、フォードって名前の男を探してるんだ。取るに足らない。成功する可能性は至極わずかだ。ガーディアンは倒された。むさぼる者がはびこり、ラビナスは日々蝕まれる。我にできることは守ることだけだ。しかしその反面、そなたの旅が失敗するとも限らない。いいだろう、歩みを進め、そなたが求めるものを探すがいい。おお、でも答えになってないんだよね。まあどこ行くの、どこに向かってるんだ。あらゆる扉と無限の可能性が秘められている。そなたが求める道があるとすれば、それはラビリンス内に存在するか。コメントがさ、お前全然役に立たんなって。まあちょっといくつか聞きたいこと聞こう。ああ、時間ならある。ガーディアンが破壊されたとはどういうことだ？ルートは全世界を脅かす。故に、全世界に守護者が存在する。ガーディアンは簡単には殺されない。しかし、ひとたび殺されてしまえば、ルートはその世界を手中に収め、より強く成長するのだ。ガーディアンたちの死により、むさぼる者は誕生した。むさぼる者の存在は、ルートをより強く、強靭にする。で、君はガーディアンなの？我はキーパー。最後に滅びる者だ。ああ、ちょっと違うんだね。私の世界のガーディアンはどこだ？この場所が存在するそなたの世界は、他の世界とは違う。ここは全ての中心であり、聖域。故に地球にガーディアンは不要なのだ。ほう。そうだね、どうやって来たんだろうね。その時に当てる知恵もなければ、手腕はあらず。本来ルートのような招かれざる客はここに入ってこられないはず。ああ、じゃあここにルートが来ることはないんだね。じゃあ貪るものとは。ルートの資格だ。それ以上かも以下かも不明で意味もなさず。貪るものはラビリンスのガーディアンさえも必殺だ。故に我だけは終わりのない腐敗を押しとどめる。あいにくだが、
時の流れに身を任せても我には勝てる。じゃあラビリンスってなんだ。この世界の中心であり、すべてはこの上になりたい。全世界はそれより気づかれる。ラビリンスには過去、現在、可能性のすべての扉が含まれている。失われたものも破壊されたものも、すべてがラビリンス内にあるな。じゃあここ使えばどこでも行けるってわけかな。繋がってるって意味ではね。実力はもうない。これ以上望めば全ての道が閉ざされざる。飛ばされた。まあまあちょっとよくは分かってないけど、なんか地球は地球じゃないみたいなこと言われたね。あれな、どういう意味なんだろうね。知ってる地球ではないのか。なんだこれは。あれ、てか戻れないんだね。戻れないのか。すごいすごいすごい。床ができる、床が。あ、チェックポイントもあるんだね。しかもトレイトの解放、万人の祝福。はいはい。これは属性耐性つくんだ。でもちょっとクイックハンドが欲しいんだよな今は。じゃあチェックポイント、じゃあこの前倒したドラゴンはあれもルートってことか。あ、そういう感じね。これどういうルートがいいんだろうね。まあとりあえず一回戻ってみようか。左正面右と、まず正面見てみようか。すぐ着いたけど、ワープね。これどこから行こう。あれ、これもしかしてさ、いや、まっすぐ行ってみようかとりあえず。ちょっと左右も気になるけど、あれだけ入ってみよう。なる王、まさかこんな場所に。あなた様は彼ではないけれど、この門を開けました。ヌイの再来、そうに違いない。武作法をお許しください、名も知らぬお方。ヌイとは何だ。守護者の使い。しかしあなた様はヌイではないと。もちろん、ちょうど話を聞きたかったんだ。そうしよう。もちろんです、巧妙なお方。黒き太陽が無知な私に破滅をもたらすでしょう。それって何語なんだ。ブルダール語しか話せません。あとは片言のブリ語でしたら。片言のブリ語、今お前が喋ってるそれは、そう、英語のはずだが。
つまり私たちは英語で話してるわけではないと。いいえ、気になるお方。ここで話されるのは古代のドルダール語だけです。あ、ってことは通じてるんだ、会話が。あなた様のお力がイースターウィンドの砂を清めるでしょう。流浪のお方、あなた様の目的が何であれ、あなた様のお出ましは祝福です。ほう、すごいことなんだね。フォードという俺に似たやつを探している。あなた様のようなものはいません。卓越したお方、少なくとも私はそのようなお名前やお顔立ちのものを見たことはありません。心当たりがありそうなものが一人。ただ彼は進んで情報を与えることはしません。でも新しい縫いならもしかすると。へえ、必要となればそいつに吐かせるまでだ。言い方よね。君の前は誰がこの場所に、他の縫いについて教えてくれ。もちろん、もちろんです。疑ったことをお許しください。輝かしきお方。言い方変わるな。彼の名はエズラ、不死の王です。不死の王。戦者が現れれば彼もさぞ喜ぶことでしょう。へえ、不死の王とかいるんだ。なぜそこまでエズランにやってほしいんだ。すべての明かりたちと同じく、ただガーディアンがこの星に秩序をもたらし再興させるのを見たいだけです。鋭きお方、かつてガーディアンが滅んだという時を生き抜いたヌイ、その彼らを探し出すお力添え、それが私の喜びであり使命です。他にヌイは何人いる。ガーディアンの日以来あなた様ただ一人だけです。あなた様のお出ましは前例のない予兆のようです。ああ、じゃあもういないのか。彼は黒き太陽の門を越えた渓谷、そこにある城から統治しています。門が封じられてから遥かな月日が流れました。しかしあなた様なら必ず道を見つけ出すでしょう。力強きお方、ご分を。じゃあさようなら。お方ずっとそうしてるんだよな。あ、チェックポイントはあるんだ。まあちょっと触れときますかね。さあ新マップ、こっちで合ってるのかよく分かってないけど、新マップか。おお、イースタンウィンド、ワールドウォーカー、なんかどんどん手に入るね。あー、スタミナね。うわー、廃校と化してるね。いつの時代だろうね。次から次へと。何なの、あれ、やっぱ敵なのか。そうか、敵か。どんなもんだろうね、強さ的にはね。しかも人型。うわあ、これ、室内か、室内戦か。それはそれで結構きついのあるな。行くか、正面から。意外と体を狙った方がというか、現代的に。いつ君、いや、なんかボスみたいなの、なんか旧石器時代ぐらいの。感じたね。やばい、これは弾が足りるぞ。はあ、
とりあえずちょっと回復しといて、あらースピットファイヤーちょっとあれかな、あーショッ、おショットガンだな。おお。いて。あら、そんなもんなの？いやいや、強いよ。強いよ。いやー。こんなもんか。いや、壊せるか。スクラップね。意外といろいろ手に入る感じだね。じゃあちょっと探索しつつ敵も処理していきますか。まずね、どこいる？あ、いた。一応ね、それなりに強化はしてるからね。いてー！お、いい！放射線！え、マジでそんなの使ってくるの？放射線はきつくないか？マジで？危なかったわ。これ絶対溜まったら終わりなやつでしょ。マジか、放射線はきついな。ん？もう燃やすのが早いね。いや、新しいマップだとさ、何が壊れるのかがちょっと分かんないね。よし。上には行けない。なんか骨だけ焼いてたね。まあ、雑魚はある程度処理できたか。なんか時代的に旧石器ぐらいの感じの格好をしてるよね。バンデットっぽい感じだね、衣装的には。井戸があるぐらいと。お、アイテムゲッチュー。こんなもんかな。上は行けない感じか。あ、お宝だー。
すごい。全然お宝の見た目が変わってる。スクラップがないとね、ちょっと鍛えれないんでね。いるね。こう考えると止まった。痛い。ちょっと待ってね。そんなに、スピットファイアが予想以上だな。よし、まあ今回ここまでにしましょうか。今回ちょっと話メインですけどね、次回ちょっとここ攻略していこうかな。いやでもちょっと強すぎるね、敵がね。いろんな武器使ってやってみたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。